もう行くから。ケイ。何？単純に嫌だったらスルーしてもらっていいんだが。付き合うか。え？俺とお前で付き合うかって聞いたんだ。いや、だからよく意味がわからない。何の冗談よ。あんたは椎名さんのこと。それはKが嫉妬するかどうか試したかったんだろうな。ってか、なんでよ、なんで今いきなりなのよ。Kが他の誰かの彼女になることを阻止したいと思ったからだ。つまりあんたは私のことが。好きってこと？そうだ、俺は軽井沢圭が好きだ。付き合ってあげるわよ。それは俺のことが好きってことでいいのか？そんなの言わせる？ああ、言わせる。そりゃ、その、まあ、私も好きになってた。悔しいけど。まさかキスとかするの？それはしない。まだな。まだ？このくらいならいいだろう。まあ、これくらいなら。ねえ、ちょっと身長伸びたんじゃない？そうかもな。人は学習し、成長する生き物だ。この恋愛は軽井沢 K の成長に不可欠なもの。同時に俺は K を通して恋愛を学習する。ホワイトルームで学ぶことができなかったものを。だが K という教科書を読み終えた時、それは役目を終える。